こんにちは、ウィルツアーです、こちらですね、福岡から宮古島空港に、今年6月1日からですね、直行便が就航いたします。福岡石垣島まであったんですけども、福岡から宮古島に直行便が飛ぶということで、離島ブームにですね、を反映したものかと思いますけれども、やっぱ人気です。ウィルツアーではですね、今年の1月22日にオープンしたばかりのホテルローカスという、ところをですね、利用しまして、宿泊するプランで1泊2日の、プランを作成しております。金額が5万1600円かなという形になります。でホテルローカスはですね、全室オーシャンビューのタイプでございます。で、新しくておしゃれな今風のもう本当ホテルになっております。このパックですね、条件としましては2名からのお申し込みになります。それからですね、7日前が締め切りになりますので、できればお早めに、ご検討いただきたいと考えております。福岡空港10時5分に出発しまして12時5分に宮古に着きます。直行便です。帰りは12時50分宮古発、福岡に14時45分には着くというものです。1泊2日のプランですね。こちら、おすすめですのでぜひご検討をお願いいたします。以上です。